はい、皆さんおはようございます。ジョーです。今日は6月の18日金曜日の朝となっています。一緒にニューヨークの株式市場を見ていきたいと思うんですが、昨晩はですね、FOMC の、結果を得て、マーケットとしては、大きくポジションを寄せている、調整しているところもあるんじゃないかなと思ってます。資金が今集中しているなと思うところは、やはりハイパーテックというか、ハイパーグロースというか、テック銘柄中心に資金が寄せられているかなというところですね。あとは、やっぱ気になるのは金融銘柄と、あとは原油関連、エネルギー関連、コモディティ関連、このあたりのですね、ポジションが、かなりヘッジファンドも含めて偏っていたと。で、僕もそこにお金入れてたんですけども、FOMC での、やはり、タカ派的な発言、金利上昇、テーパリング方向っていうのを、コメントは出てはいたんですけれども、インフレっていうところに対しての見方が、やはり一過性のものであるというところの見方がですね、かなりマーケットとしてもコンセンサスになってきていて、やっぱり原油が、どん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 上がっていくんじゃないか。僕もそっちの方向に思ってはいたんですが、そこのあたりの期待っていうのは、一旦沈下されたような感じなんじゃないかなと思っています。なので昨日かなり下落してましたけれども、そういった原油関連の銘柄ですね。一旦こういったところはポジションの解消っていうのが、短期筋を中心に行われるんではないかなと思っています。長期的に、金利は上昇していくと思いますし、物価もまだまだ、物価というか原油ですね。そういうのは需給の関係もあって、まだ結構高値圏っていうのはそんなに維持、なんていうんですか、大きく崩れたりっていうのはしないとは思うんですけれども、やはりそのあたりにかなり寄せていたポジションっていうのもあったと思うので、そういったところの解消が一旦進むんじゃないかなと思っています。やっぱり利上げは当然起こる。で、その中での、インフレの予想っていうものが非常に今回のそういったところのセクターに大きくやっぱり関連があって、昨日下げてた銘柄、下げてたセクターってそのあたりだけだったんですよね。なので、このあたりは結構、一旦ちょっと解消のトレンド大きく入りそうですよね。あと、その他に関しては大きく上昇していたんですけれども、やはりテック銘柄で、で、かつ昨年末、もしくは今年の前半というか1月、2月、に人気だった銘柄っていうところが、昨日はパフォーマンス非常に好調で、いよいよまたあのような活況が戻ってくるのかっていう期待もいますけども、そういうわけではなくて、やっぱりそのあたりの銘柄が人気銘柄っていうところもそうですし、長期的に見ても非常に成長が期待される。長期的にどれぐらいかっていうと、やっぱり1年2年っていうよりももっと先の世界でも期待されるような銘柄、そういったところが今上げてきてる。で、かつ、ファンダメンタルでも、盤石な体制を持っているような銘柄っていうのも、かなりしっかりと買われているような印象ですよね。ズームですとか、あと NVIDIA、これはレンジ抜けてきて、大きくまだまだ行くのかっていうところが、非常に今注目されてますけれども、NVIDIA ほどの大型銘柄でも、ものすごい勢いで今上がっているので、資金の流れっていうのが、かなりしっかりとあるっていうのが、そういったところも、そういったところからも、伺えるんじゃないかなと思っています。はい。指数一緒に見ていきたいと思うんですが、昨日はですね、S&P に関しては、すみません、ダウですね、まずは。ダウは、マイナスの 0.62%。S&P はマイナスの 0.04%。ナスダックはプラスの 0.87%。ラッセル2000はマイナスの 1.18% という推移でした。米国の10年債に関しては、1.5%近辺ですね。そのあたりを推移を引き続きしています。で、昨日原油が2ドルぐらい下がっていて、で、それに加えて、ゴールドですね、もう4%ぐらい先物で、下落していましたけれども、こういったところからも、今後の、インフレ期待っていうのが、一旦収束かなというのが、見れるかなと思っています。はい。で、ニュース一緒に見ていきたいと思うんですが、ですね、イエレンさんの方からも昨日改めて、ハイパーインフレに対しての危険性はないですよというコメントが、新たにありました。これが、イエレンさんのコメントって、どうなんだろう、その政策とかに本当に直接的に、関連してくるわけではないんですけれども、その政府側の人間と、あとはその FRB 側の人間、同じようなこういったところ意見持ってるというのは非常に、重要かなと思うので、一定程度こういったところの発言っていうのも影響はあるのかなとは思っています。ただし、ちょっとイエレンさんに関しては、その金融政策に対してものすごく発言権があるかっていうと、そういうわけではないので、これをものすごく気にするかどうかっていうのは別の話として、やっぱりマーケットとしては、
このインフレに対しての懸念っていうのは一時的なものだというのが、まあ、こういった発言からも、まあ、ある程度民謡、なんていうんですかね、まあ、取れる意味合いかなと思っています。はい、あとはですね、ゴールドマンなんですけれども、FOMC での結果を受けて、利上げの確率なんですけれども、2024年だったのを2023年の予想に前倒しをしていました。これは FOMC での、まあ、結果、FOMC の中の、まあ、参加者の中の、まあ、予想とこれ一致させてきたっていうところだと思うんですけれども、まあ、このあたりはですね、マーケットで、まあ、かなりコンセンサスに今もうなりつつあって、2023年のうちに2回の利上げっていうところが今見込まれています。はい、まあ、この今このタイミングで利上げがどこのタイミングがどうだっていうのももちろん重要ではあるんですけれども、今やっぱりテーパリングがどこかっていうところのが重要で、ピムコですとか、まあ、いろんな各社レポートを出していて、まあ、やはり8月のジャクソンホールもしくは9月、そういったタイミングでテーパリングの開始が、まあ、ある程度宣言されて、12月そのタイミングで行われるんじゃないか、実際に開始されるんじゃないかっていうところが、まあ、今ある程度のコンセンサスになりつつあるのかなと思っています。はい、まあ、引き続き、やっぱり雇用統計が非常に重要になってくるので、7月の第1週の金曜日の日本時間9時半ですね、注目をしていきたいと思っています。はい、あとはですね、ヨーロッパの方でもこのテーパリングっていうのが今非常に議論になっていまして、この金融危機というか、そのコロナショックですね、コロナショックのタイミングで、発動された、まあ、いろんな緩和策っていうところがいくつかある中で、まあ、一つ、まあ、資産の買い入れプログラムっていうものが、まあ、ありますと。あとはですね、まあ、それ以外にもいろいろプログラムがある中で、じゃあ一つやめて、そのやめた分の資金を別のプログラムの、まあ、資金として、まあ、さらに上乗せしましょうみたいな、まあ、そういった議論も行われてはいるんですが、まあ、ドイツの銀行のですね、まあ、総裁の方から、まあ、いろんなコメントがあって、まあ、そういった、まあ、やり取りはまずしないっていうのと、あとは今この緊急の対応を、まあ、早くやめなきゃいけないっていうことをやっぱり言っています。で、これに長い間頼ってはいけない、これが常態化しちゃいけないんですよと。なので、こういった状況を、まあ、一刻も早く抜け出すことに対して、我々は努力していかなければいけないと。例外はあくまでも例外なんですよというところを改めて強調をされていました。なので、まあ、ヨーロッパも同時にですね、このような形でテーパリングですとか、まあ、金融緩和策っていうのが、まあ、今年来年のタイミングでどん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 進んでいくということで、まあ、世界的に今ジャブジャブ出しているような資金が一気に引き上げられる、まあ、ものすごいスピードでっていうわけではなくて、徐々に引き上げられていくと、まあ、このあたりっていうのは、もちろん資金の量としては、まあ、減っていくっていうことではあるんですけれども、経済の本質っていうところで言うと、まあ、非常に強固な体制にどんどんなっていってると。で、これはもう利上げとか、まあ、そういったところに対してかなり盤石な体制で、まあ、今回に関しては向かっていけるとは思うので、利上げが必ずしもマイナスな要因に、まあ、なっていくっていうのは今のところちょっと考えられないなというような状況にはなってきているので、あまり利上げそういったところに対して入っていくと株価が弱くなるんじゃないかっていう心配している方もいらっしゃいますが、そのあたりは今のところは心配なく株式買っていってもいいのかなというような感じですね。かなり強いマーケットの推移っていうのもありますし、まあ、本当にあとファンダメンタルの改善っていうのもしっかりとしてきている。かつ、今後は雇用が戻ってくる。これ、アメリカだけじゃなくて、まあ、ヨーロッパの方も含めてですね。こういったところの期待もさらに今後はさらに高まってくると思うので、まあ、株式への、投資っていうのは堅調に、継続していっていいんじゃないかなと思っています。はい。あとですね、またアメリカの方から、半導体分野への投資に関して、税金の控除というものを企業に対してしていくという案が今出ています。まあ、昨日は NVIDIA 非常に調子良かったですけれども、NVIDIA 以外の銘柄もですね、今後はこういったところの、まあ、NVIDIA 以外のというか NVIDIA も含めて、やっぱりこの半導体に対して世界的に今支援をする、本当に半導体不足の、まあ、こういった状況をいかに解消していくかっていうところに対して、各国政府が今注力をしているというところが結構今後トレンドになってくると、その実現、ちゃんといろんな政策が実現してきて、
実際の本当に効果が出てくるっていうところに今後入っていくと思うので、半導体銘柄に関してはしばらく好調な推移っていうのが見られるんじゃないかなと思っています。で、半導体が返ってくるとしっかりとですね、いろんな例えば自動車の生産ラインとか止まってたりしましたけれども、まあ、そういったところのボトルネックだった半導体が、まあ、堅調にちゃんと供給されるようであれば、さらなる経済のブーストっていうのもかかってきますし、非常に幅広い、まあ、セクターに対してこういった効果が波及していくと思うので、非常に期待高まるなという感じですね。はい、あとはイギリスの方で、EU イギリス間、まあ、この2国というかその2地域ですかね、間でワクチンを接種した、まあ、人に対しては、まあ、隔離とかそういったところを免除していくっていうような今議論が行われているということらしいです。日本でもワクチンの接種っていうのが、まあ、結構なスピードで進んでますけれども、まあ、今後はですね、やはりそのワクチンを接種している人してない人みたいな感じの分け方っていうのも、まあ、徐々に出てくる可能性もありますし、まあ、徐々にですね、ワクチンが、まあ、世界的に接種されることで、まあ、国の移動っていうのも今後、まあ、活発にではないんですけれども徐々に緩和されてスタートしていくと思いますので、まあ、こういったところの同じようなトレンドっていうのが世界でも起こってくるのかなという印象ですね。まあ、非常に、まあ、我々も含めてというか僕も含めて海外旅行行きたいなっていう、まあ、そういう飢えてる人がいっぱいいるので、こういったところを利用する方がおそらく今後はたくさん出てくると思いますけれども、まあそういったことよりもまずは一刻も早く、世界中で今感染拡大まだしている地域もありますけれども、早く収まって、世界がですね、安全にというか、まあ心も含めて安心安全に、生活できる環境に戻ればいいなと、戻ってほしいなと思っています。はい、あとはですね、暗号資産、暗号通貨、仮想通貨、まあこういったところに対して、まあイギリスでですね、アンケート調査っていうのが行われていて、一般市民はですね、今もうこの投資、まあビットコインですね、これをギャンブルではなくて投資のアセットだというふうにもうすでに思ってるというところが、まあ、アンケートの調査から、出ていました。で、暗号通貨に対して、まあ、安全だというか、まあ、そういったその資産というところが、まあ、ちゃんと、ポジショニングが徐々に確立されていってはいるんですけれども、まあ、IFA というその資産の運用アドバイスする人たちは、実はですね 7% しか今この仮想通貨、暗号通貨、ビットコインを、まあ、投資対象のアセットとして進めないっていうふうに言ってるんですね。なのでこれなぜかっていうと、まだ暗号通貨、まあ暗号、まあ、今回暗号通貨に揃えましょう。暗号通貨に対して知識っていうものが、まあ、まだこういうファイナンシャルアドバイザーの人たちはないと。で、かつ、まあ、ガイドラインみたいな一つ、じゃあこういうふうなものが、まあ、投資として暗号通貨に適した考え方ですよみたいなテキストブックもない。で、彼らまだ経験もない。なので、進めるとしたら自分の意見みたいな感じになっちゃうんですよね。なのでやっぱり自分の発言にかなり責任があったりとか、まあ、知識も不足してるっていうところで、まだまだファイナンシャルアドバイザー的には進めたくない、進めていないなんですが、もうこの一般市民の認識として暗号通貨、暗号資産っていうところのやっぱりその興味も非常に高まってきてますし、実際に投資をしている人っていうのも今 5%、6% ぐらいまで増えてきていると。で、徐々にこういったその市民の方が率先して投資を行っているというところから、まあ、今後は世界的に、やっぱり、ま、まあ、今そういうようなトレンドで投資を、行うというのが、まあ、今状況として あるので、まあ、今後ですね、こういった、まあ、ある程度法律ももちろんそうなんですけれども、まあ、世界的にもっとこの投資のアドバイザーを育てるっていうところに向けての、まあ、環境っていうのが整備されることで、さらに、まあ、資金っていうのがどん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 これでやっぱ入るんじゃないかなという、個人的には、まあ、このニュースを見て、思いました。やっぱり機関投資家とか、まあ、あとは銀行も含めてそうなんですけども、やっぱりまだ進めづらい状況にあるというのがこういったところからも見られると思うので、まあ非常に興味は高まっている。で、個人は勝手に投資をしている。でも、まだ企業側が追いついてないっていう感じですかね。うん。まあ、暗号通貨に関しては今後1年、2年とかっていうよりも、まあ5年、10年っていうスパンで見るべき、アセットだと思うので、まあ、長い気持ちでというか、気長に
このあたりは、まあ、見ていけばいいんじゃないかなと思っています。まあ、ちょっとすみません、なんか感想みたいな感じになっちゃいましたけども、はい、まあ、引き続きですね、テック銘柄非常に、まあ、好調で、このトレンドっていうのがしばらく続くのかなと個人的には思っています。で、まあ、今回の一連の FOMC なりなんなりっていうところを、まあ、あの流れがあった中で僕は思ったのは、あの短期的なトレードもやっぱりね、あの原油なのなんだろうって僕はやっぱりやったんですけど、結構今回、まあ、別の動画また作りますが、息子のポートフォリオを作ったのと自分自身のポートフォリオを組んだので、まあ、結構違う銘柄入れてたんですよね僕は。で、今回改めてやっぱ感じたのは、本当に長長期というか、まあ、そういったところで成長しっかり見込めるものに、まあ、お金を入れてっていた方が、まあ、ある程度のボラティティにも自分の結構メンタル的にもやっぱり耐えられるし、あとやっぱ安心感っていうのも違うし、うん、なんかその今市場で何が注目されてるかって結構やっぱりなんだろう、短期的なものがやっぱ多くて、それが本当に長期のトレンドかっていうと違うことがやっぱり多いんですよね。まあ分かってはいるんですけど、なかなかそれ通りに取引するっていうのもやっぱりそれはそれでタイミングとしてはフォーモーなような状況になってしまったりもするんですけれども、やはりやっぱり投資として、自信持ってやるっていうのは、まあ、本当にすごい大事で、じゃあそれをやるとなると、まあ、結構短期の、あのいろんなトピックに流されてしまうようなこともあるんですが、やっぱり今回息子のポートフォリオも作ってみて、自分のポートフォリオを比べたりとかっていうのを思って、でかつ今回の FOMC みたいなのがある中で、やっぱり本当に1年2年とかっていうよりももっと先の未来を見据えながら投資をするっていう方が、なんか僕自身にはちょっと合ってるのかな、まあそれが正しいっていうか、まあ、僕自身にはやっぱ合ってるのかなっていうのを改めてちょっと感じた FOMC でもありました。あの今更何言ってんだっていう感じなのかもしれないんですけど、やっぱり結構人のお金を扱うのと自分のお金を扱うのっていうのと、まあ、真剣度合いっていうのもやっぱり違ったりとかして、まあ、僕の場合は結構その新しい銘柄とか、まあ、短期のトレンドにも乗りながら、まあ、去年も含めて、まあ、ちょっとやろうかなっていうのもあって、まだその流れを自分の中で少し引きずってるなっていうのを改めてちょっと感じたんですよね。なので、まあ、本当にもう少しマインドセットっていうのをちゃんと切り替えてやっていかなきゃいけないなっていうのは、まあ、個人的にも思っています。なので、まあ、やっぱりあの短期的な流れに流されることなくやっぱ投資をしていくっていう、本当にその基本スタンスっていうのを改めて見つめ直す非常にいい機会だったので、まあ、今回はですね、そういったところを踏まえて、まあ、今回はというか今後、しっかりと、まあ、ブレずにやっていきたいなというのを改めて、思いました。はい、まあ、あのまたまた最後ちょっとなんていうんですかね、感想で申し訳ないんですけども、はい、ということで、まあ、今日非常に天気も良く金曜日で、まあ、週末皆さんいかがお過ごしでしょうか。僕もですね、皆さんからいろいろコメントいただいて、水筒だったり扇風機週末買いに行こうと思うので、またご報告できればと思っています。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。